い、どうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回ね、はい、こちら行ってみましょう。はい、どでかいプラレールが登場しました。今回はピットしてこう変形どでか新幹線のぞみ、はい、こちらで見ていきたいと思います。まあプラレールといってもね、まあこの車両がこう実際走るわけではなくて、まあこれがね、ここに乗ってるように、まあこんな感じで変形してね、遊べるね、おもちゃになってますね。いや、もうこれ系ね、昔から結構あるんですけども、今回もまたこう楽しそうですね。ダイナミック変形出発、乗車カードでいろいろ駅遊びね、いろんなこう音声も流れて、まあすごいね、楽しいおもちゃになってそうですね。でっかい新幹線 N700S が変形ね。もともとはもうこの姿ですけども、こんな感じで変形するといいね。さあ、では楽しんでいきましょうか。でちなみに、あの箱の方ね、こうざっと見ておきます。上にはね、こんな感じでね、あ、カードタッチでどでか新幹線の頭部が変形して車両が出発。あ、そんなギミックあるんですね。ちょっとね、下調べしてないんでね、いやー、これは初めて知りました。で、あ、ここでタッチで変形出発ね。だからこのタッチするところがどんな感じなのか非常に気になる。うん。で、その隣、楽しい駅遊び。まあ、ここも、なんかこうタッチすると、ね、いろいろこうサウンドが流れて遊べるみたいですね。結構なんか、思ってたよりこれ本格的なのかな、これ遊び方が。ね。どんな感じなんでしょう、ほんと。で、箱のね、蓋の部分。はい、こんな感じでね。まあ、簡単な遊び方乗ってますね。で、反対側。おっと、その前に、ここにね、原寸大乗ってる、全長約45センチ、すごい大きい、ほんと大きいね、もう超どでかいね。で、箱のこちら、まあ、こちらにもね、こう写真載ってて、で、あと背面ですね。まあここにはセット内容とか、まあ同じようにね、こうね、遊び方載ってます。いろいろね載ってて、で、簡単レイアウト例もね載ってますね。さあさあ、それではね、お待たせしました。では開けてみきましょうか。いや、どんなスケール感でこうね登場するか非常に楽しみ。これ箱がね、もうまず大きいんで。では行きましょう。あ、ここになんかこうパーツ入ってますね。ちょっと出しておきましょうか。あ、これなんでしょうね。後で見ましょう。で、はい、行きまーす。よいしょ。お、まず段ボール。で、あー、おっきいね、これ。すごい。おー。おー。うわ、すごい。ほんまにどでかいよ。すごいな。で、それ以外に、あ、これはね、こうペーパークラフトというか、もうこれ紙のパーツとか入ってますね。さすがに今回はちょっと説明書読まないとね、僕もわからないので、しっかりとね、読んだりもしたいと思います。で、袋の中ね。はい、福袋の紙に、で、これが多いね。こんな感じのペーパークラフト。プラキッズのね、駅員さんとかね、これサラリーマンのお兄さんがね、描かれてますね。真鍮を夢の大方面って書いてある。裏は穴もないね。で、これがもう一つ、ビッグステーションって書いてあるね。こちらは自販機とかも描かれてます。で、あとこれは、あー、なるほどね。これ多分こう下に引くようなパネルですかね。2枚あります。で、あとシールね。ほい。おー、IC のね、タッチとか、あと、なんでしょうね。これは多分 IC カードに貼るシールで、あと 700S のこうロゴとかもあります。あとでね、しっかりと貼りましょう。で、あと説明書。まあ、そんなに難しい内容は特には書いてなさそうかな。あ、でも結構な、いろんな遊び方がありそうなんで、うん、しっかりと読んで楽しみたいと思います。で、何よりも一番メインがこれですよ。いや、すごい。ちょっと、想像してたよ。おっきいです。ではでは、ちょっと開けましょうか。すごいな、これ。よいしょ。これはなかなかのものが登場ですよ、これ。で、これが、豊富のかな？あ、これも袋に入ってるんですね。あ、このパーツね。びっくりした、今取れたから。よし、これちょっと出しておきましょう。で、ちょっとこれで乗せてと。おお、大きい。45センチ。で、あとこれもね、出しておきましょうね、これね。これも重要なパーツですよね。これが、あれかな？あの、IC カードとかなのかな？これが。よいしょ、出しましょう。はい、こんな形ですね。これが多分 IC カード、乗車カードですね。乗車カードね、こんな形になってます。ちょっとなんかこう重みありますね。本当になんかちょっと中入ってそう、これ。うん、ただの多分成形直っていう感じではない。で、あとね、これがね、プラキッズスタンドっていうらしいですね。プラキッズを立たせるスタンドです。2個あります。で、とりあえずね、中身ね、すべて出し終わりました。まあ、本当あの組み立てとか特にそんなにね、パネルを置いたりとかはね、すごく簡単そうで、まあ一番大変なのは多分シール貼ることだと思いますね。じゃあとりあえずね、そのシール貼りをまずはね、やっていきたいと思います。ちなみに枚数は1番から15番かで、シールそれぞれね、まあ、結構大きめなので難しくないと思いますが、一応ね、慎重にね、丁寧に貼っていきましょう。さあさあ、それではね、じゃあまずはちょっといろいろとね、こう開けていかないと、ダメみたいなのですが、これどうすればいいのかな。あ、ここか、こうですね。おー、開いた。で、ちょっと中に貼っていきますね。っていうか、もうこの時点で結構すごいね、これ。やばい。さあ、では1番からいきますか。
まずねここですね、ちょっとなんか貼る場所的にあのお子さんとかの方が貼りやすいと思いますね。ここですね、この改札のところ、ここに1番を貼ってあげると。で2番がここですね、残高1000円。さあ1000円でどこまでねいけるんでしょうか、楽しみですね。で3番はねその手前ですね、よいしょ、ここに貼ってあげます。はい。で4番がねこのね下のところですね、まあ、ここもシールの形になってるんで貼りやすいとは思います。で5番がちょっと移動しまして、ここです。はい、この部分にねちょっぺたんと貼っていきましょう。ちょっと大きいんで歪まないように、ちょっといかんじゃったかな今なら貼り直せる気がする。ゆっくり剥がして、よいしょ、緊張する、結構気にしちゃうタイプなんでね、よいしょ、水平に貼っていきましょう。で6番はこの下のパネルですね、この部分に貼ってあげます。いいね、結構なんか書いてあることがねリアルですね、指定席とか自由席とかで書いてあります。で7番はさらにこの下のところですね、はい、ここに IC というね文字入ります。多分こう書いてあるところにタッチするとねいろいろできるんですよね多分ね。で一応中はこんな感じで一旦ちょっと戻しましょう。で続いてね8番いきます。8番はここですね、はい、 J1 の文字が入りますが、ちょっと慎重にここもね、よいしょ、窓枠のところに入りましょうね、ここですよ。はい、ペタンと。で8、9、10、11ってねそれぞれあの2枚ずつあるんで、それはあの同じように反対側に貼るんでちょっと割愛させていただきます。なので次は9番、9番はここですね、ここに1番のね数字が入ると。なのでこれが先頭車ですね、先頭車ね。で10番はその横に自由席の文字です。で11番が後ろの方に行きまして、さあこれはもうバチッと決めたいですね、 N700S スプリームのロゴです。こんな感じで貼ります。これの位置はね箱のねこの原寸大のこの写真をね参考にするとねいいかなと思います。で反対側もねさっき言った通り同じく前から8、9、10、11とね貼っていきます。で12番のシールはこのパーツのここですね、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、これも結構あの形通りにね貼るような形になってます。でこれでね本体に貼るシールはね全て終わりましたんで、あとはねこの13、14、15はこの乗車カードですね、まあこれにねどれか1枚お好みのねデザインをね貼ればいいみたいです。まあなので今回は僕はねまあどれでもいいっちゃいいんですけど、難しいけど今回はまあこの一番こう大人っぽいというかこう IC カードっぽいやつにしましょうね。お子さんとかこのなんかプラレールとかの絵とかね喜んでくれそう。まあでも本当お好みで貼れるのもまあいいですね。でこれをちょっとこの辺がちょっとこうへこんでたりするんで、それに合わせましてシールね貼っていきましょう。はい、これで OK できました、 IC カード。はい、これでねシール貼り終わったんで、あとはもうこのパーツをつけるだけですね。よいしょ、これをここにカチャンとはめ込むような形かな。よいしょ、どうつくんだろう。あ、行きました行きました。あ、すごい組み立ては簡単でした。で、あ、忘れてた、そうこれね電池入れないとダメな、電池入れるとこねここにあります。ここにねネジがあるんで、この部分をプラスドライバーで緩めると。よいしょ、ちょっとあの細いドライバーじゃないと入りにくいかもしれませんね。で蓋開けまして、で、あ、単4か、単4電池3本を全部向き一緒ですね、はい、マイナスを一応右側ですねに向けて、こんな感じで3本入れていきます。よいしょ、2本で3本、よいしょ、はい、 OK で電源スイッチはどこだろうね、まだちょっと分かんないんですけど、よいしょ、であと蓋閉めておきましょう。でネジもしっかりと、よいしょ、閉めてあげまして、ギュッと OK。 はい、これでねもう遊ぶ体勢はもうバッチリ整いましたんで、とりあえず一旦ちょっと外観見ときましょうかね。一旦ねこれで、700S ね完成しましたけどもね、とにかくもうめちゃくちゃ大きいですよ。すごいですね、もうほんと45センチあるんでかなり大きいね。でちゃんとねこうねブルーのこのねラインがね入ってて、で窓もね塗装ですがこんな感じであります。で連結部分こんな感じですね、こう扉の感じができてますね。で反対側の側面、はい、こちら側もこうなって、であと上から見てみるとこんな感じです。まあまあほんとしっかりとね N700S の形は作られてますね。顔も本当にできいいと思いますね。ヘッドライトもねちょっと薄めですが黄色の塗装が入ってます。で底の部分には、今回しっかりとね
こんな感じでね、これはタイヤと言っていいのかな、車輪と言っていいのかな、まあ前後にこう回転部がついてるんで、一応この状態でもね、まあ手転がし遊びをねすることができます。結構スムーズですね。いやでも本当なかなかのスケール感で、続いてね新幹線フォーム、これがね新幹線フォームって言うんですけども、ここからステーションフォーム、駅ですね、その形に変形していきます。まあとても簡単ですね。まずね、先ほども言った通り、ここの屋根の部分ですね、こんな感じで開いて手前に展開してあげると。で後ろの部分、ここをねパカッと開けてあげますね。するとここにねプラレールを連結することができます。レイアウトに組み込むことができますね。であと頭の部分、ここはねこのね変形ボタンがねあるんでね、このボタンを押すとパカッとね、はい、こんな感じで開くことができると。まあこんな感じでとりあえずね変形は完了ですね。で次に、これ電源スイッチがねここにあります。これがねオンオフスイッチになってるんで、では電源入れてみましょう。音鳴るんですかね。いきましょう、電源オン、タッチして遊ぼう。おー、なるほどね、やらシンプルやねもう一回タッチして遊ぼう。はい、ということでタッチして遊ぼうということで、ではでは行きましょうか。まもなく2番線に10時発いや今いきなり喋ったからね、ちょっと思わず止まっちゃって黙っちゃったんですけども、終日禁煙となっております。皆様のご協力をお願いいたします。喋る間を与えてくれないでもいいね、結構なんか、お、響くね、すごい響いてる音声が、なんかリアル。うん、一回ちょっと僕に喋らせてください。はいまあ結構ほんとね、なんかホームに響き渡る音声が、なんかその感じがね再現されてて、ちょっといいですね、音的にね、めっちゃリアルだわ。で忘れてた、普通に忘れてた、パネルパネルね、これ忘れてたわ。じゃちょっとこれつけていきましょうかね。まずね、はい、ここですね、ここにプラレール乗り場って書いてあるやつを向かって左側ですね、ここにちょっとね挟み込んであげるとね、こんな感じで左右よいしょ挟んであげましょう。まあ一回つけたらもうこれはね、まあ、片付ける時も大丈夫だと思います。で右側にこの切符売り場のねやつを挟んであげると、はい、こんな形で挟みます。よいしょ、はい、これで OK で、ここの部分、ここにねこのプラキッズスタンドね、これをねこのようによいしょ装着することがねできるようになっているんで、2個ねとりあえずつけておきましょう。で何でもいいんで、はい、お好きなプラキッズね、ちょっと適当ですけども、ちょっと2体とりあえず立てておきます。ちなみにあのプラキッズ立てる場所はね、今装着したここの2箇所と、あとここはどうなんでしょう、立てれるんですかね。あ、ちょっと挟まりはしないかな。で、ホームですね、ここに3箇所あるんで、まあ、この部分にプラケツをね立てることが一応ねできるようになってます。でそのねホームのところにパネルですね、これをちょっとつけておこうと思うんですが、これはどうしたらいいんだろう、刺すだけかな、よいしょ、これでいいんかな。なんかパネルはサクッと刺さらないんですかね。うん、なんかちょっとこう手前に倒れてくるようなちょっと形になっちゃうんですよね。なんか挟めたらよかったんですけどね。あ、よく見たら上に引っかかるとかあんね。いけるかな。お、入った入った入った、よかった。よし、これで倒れてこないかな。 OK、 バッチリ。で、あとここね、一応これゴーストップレールになってるんですが、まあこの部分がねゴーストップで、あとオートっていうあるんですよ。これはね、後ほどちょっとね説明したいと思いますが、それはちょっとね電源入れてねスイッチいじってみます。はい、ここがね電動なんですよ、すごいなと思って。まもなく1番線に新中央行き列車が到着いたします。ホームの内側に下がってお待ちください。ほら、ストップにするとねこんな音声が流れるんですよ。でオートにするとオートモード、まあ後でねちょっとやるんですが、これがね勝手に開くんですよ。これもまたちょっと急がないとトイレ急いでた。一回ちょっとストップにして電源切ります。めっちゃめちゃね喋ってくれるんで、おもちゃとしてね遊ぶにはもう最高に面白いですけど、動画にするの大変ですね。で続いて、自動販売機遊びいきましょうかね。まず電源オンね、タッチして遊ぼう。ここねタッチできます。ご購入になる切符の種類をお選びください。ここね5種類音流れるんですよね。今1種類目でしょ、次ご希望のプラレール車両をお選びください。これが2種類目、次お降りになる駅をお選びください。これ3種類目ね、座席をお選びください。4種類目、切符の種類をお選びください。いいですね。
音声と音声の間にあのこのタッチの音が入ってたんですね。おうおう、はい、はい、すいません。で、ここの部分にね、IC カードをねタッチしていきます。めっちゃリアルやな。いきます。切符の購入が完了しました。チャージする場合はタッチしたまま画面を操作してください。おお、なるほどね。で、このね、タッチの音は2種類ね、2種類なんですけど、 IC カードを置きながらチャージする場合はタッチしたまま画面を操作してください。これを押すんですよ。チャージしました。これでチャージの音声が出るというね、もう本当によくできてるな、これすごい。切符の購入が完了しました。チャージする場合はタッチしたまま画面を操作してください。切符の購入が完了しました。チャージしました。なんかめっちゃちゃんとできてるね。すごいな。そして、喋る喋る、音声もめっちゃたっぷりあります、本当。で、続いてここですよ。ね、はい。はい。ちょっとこうタッチします。本日もプラレールをご利用いただきありがとうございます。ここ開くんですね。本日1番目のお客様です。おお、1番目か。で、一応ね、これね、あの手で動かして。おはようございます。まもなく始発列車が参ります。はい、こんな感じでちょっと鳴らすことができます。運行情報をスマートフォンに送信しました。行ってきまーす。まあ、いろんな音声が流れますね、ここも。次のプラレール車両がまもなく到着いたします。混雑緩和のため、整列乗車をお願いします。で、これね、ちょっと全部鳴らすの大変なんであれなんですけども。お土産、お弁当はいかがでしょうか。はい。このスイッチを一番右にしてオートにしておきます。オートモード、オートモードにして、で、あとでちょっとやってみますが、ね、よいしょ、一回ちょっと閉じます。はい。で、この状態でねタッチします。ここに注目。出発進行。おお。まあ、こんな感じでですね、あのゴーストプレールが自動で動いて、さらにこのね、ちょっと待って。ここの頭のパーツがね、こう自動でパカッと開くというね、こんなね感じの遊びもできるんで、ちょっと車両置きます。めっちゃ喋る。はい、とりあえずレイアウト組みましょう。オフにしとこう。はい、とりあえずレイアウトの方をね組みました。で、1点だけ注意点ですね。ここのセンターのこの出口だけ、ここはね、直線レールしか組み込むことができませんね。ここちょっと型になってるんで、いきなり曲線はちょっと無理だったんで、そこだけね注意してください。曲線でね行けるかなと思ったんですけどね、無理だったんで、1本ね直線レールかますと、まあレイアウトギリギリでした。はい。危なかった。一応ね、これね、この車体自体は、あれですね、直線レールにして、こう、2本分の長さになってるんで、まあ、それ目安にね、レイアウトね、組み込んでください。で、今回ね、使用するね、車両はもちろん、700S です。ではでは、行きますか。とりあえず、閉じまして、音と。車輪ついてるから動いた。ゴーストップね、一応、これは、オートモードでしとこうかな。で、電源を入れていきましょう。で、車両を押し出せます。一応、こちらから。うん、よく喋るね、ほんとね。では電源オン、いきます。出発進行。はい、入りますよ、ね、今んとここんな感じで、 IC カードタッチしますね。行きましょう。豪快やね。なるほどねっていう感じですね。おお、あ、もう一回止まるよね、これ。なるほどね。で、もう一回これすると、はい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 、オートモードにするとここ勝手に上がって止まりますね。なので常に走らせた場合はもうゴールしときましょうね。これでずっと走り続ける。あー、すごい。ちょ
ちょっともう一回見とこうか、アップで。よし、とりあえずタッチします。ホームの内側までお下がりください。おー、すごいなこれ。ちょっと真正面からいきましょうか。閉まる側にご注意ください。駆け込み乗車はおやめください。おー、迫力満点。はい、ということで今回はですね、プロレールのね、また新しい大きいね新幹線が登場しました。ピッとしてこう変形どでか新幹線のぞみ、こちらね見ていきましたが、いかがだったでしょうか。まあ個人的に言うとね、もうまたこれ素敵なね変形ステーションが登場したなと、まあ素直な感想そう思いましたね。あのタッチアスルがね結構やっぱねこうしっかりね音声出たりしてすごい楽しいですね。ちゃんとねチャージできたりとかで、改札もねちゃんと電動で動くし、でホームにあの響き渡るこの音声、うん、あれがねすごい頻繁にあの喋ってくれるんで、動画的にはねちょっと大変だったんですけど、まあ楽しむっていう面で考えるともうすごいね楽しいねものになってると思うんで、いやこれは本当ね、いやもう本当こうトータルでね楽しめるものになってます。まあぜひぜひね、もうね N700S ねスプリームのねこのプラレールをねお持ちの方はもう組み合わせてね遊んでいただくとねちょうどいいと思うんですが、まあ他のねもう在来線とかのも全然発車遊びはねもう自動変形もするしすんごい楽しいんで、まあ気になる方はねぜひねこちらね楽しんでみてください。いやこのシリーズね何年かおきにあのたまにこう登場するんですけどもね、前は確かドクターイエローだったかな、あれも良かったですがね、本当にねこちらもいい出来だったんで、気になる方はぜひチェックしてみてください。まあということで今回はねこの辺りに終了したいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様もねチャンネル登録やコメント評価どんどんしますのでよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタ、そして最近でもね LINE の公式アカウントの方でねそちら限定のね動画も配信してるので、ぜひねお友達登録よろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。